中央通りに比べるとやっぱりこっちは静かよね。あのさ、あんたがその眷属とかになってても私たちが幼なじみ仲間ってのは変わらないからね。だから余計な壁なんて作らなくていいからね。あんたはあんたらしく、それが一番なんだから。ごめん。え、嘘、本物のリン、どうしてこんなところに。追いつかれるなんて。こっちだ、逃がすんじゃないぞ。え、な、何これ、どういうこと。それにこの黒服の人たちってどっかで見た気が。え、前に私たちを襲った大資本製薬の人たち。仲間がいたのか。まあいい。さあリン、 USB メモリーを返してもらおう。周囲も押さえてある。全員逃げられんぞ。え、仲間、私たちが。この人たちは私と無関係よ。関係ないかどうかはどうでもいい。むしろ我々に逆らうなら無関係の人間もひどい目に遭うぞ。まさにゲスの極み。最低の発言ね。どうしよう。そうね、いいわよ、やってやるわよ。いくよ。そりゃあ、オッケー、やめろ。足には自信あるのよね。はい、了解。どうやー。
行くぞ。余裕です。行きましょう。と一緒にいた。別に助けてくれって言ってないじゃない。うわ、感じ悪。あ、でも助けてくれたことは、その感謝してる。前言撤回。これがツンデレってやつね。かわいい。いちいちうるさい。だいたい出れてないわよ。今回は助けてもらったし、お礼は言うけど、まがいものの事件にはこれ以上首を突っ込まないで。
これは忠告じゃなくて警告。どうしてよ、私たちの勝手じゃない。だいたいなんで凛ちゃんが追いかけられてたのよ。あなたたちには関係ないこと。それともう一つ、骨大資本製薬の女社長、あいつを信用しすぎないことね。え、それって春日井さんのこと。警告と忠告、胸に刻んでおきなさい。あ、言っちゃった。でも一体何だったんだろう。リンって大資本製薬の広告塔だよね。キャンペーンガール的な。それがどうして大資本製薬の人に追われてたのかしら。そうだね、次にお店に来た時に聞いてみよう。雫のことも知ってるみたいだし。まあ、謎は深まるばかり。とにかくみんなに今の話を報告よ。